えー、今日は皆さんに大事な報告があります。実は僕たち解散することになりました。その理由としては僕の相方、ピアノちゃんが大手広告代理店に就職することとなりました。僕の相方は 就職が決まると思ってなくて、デュオを組むって約束してました。だけど、やっぱ親の関係とか、あとは近世代に来た関係、そして将来の怖さ、そして最も大事な意思の違い、それによって解散することとなりました。途中は就職しながら活動もしようと考えたんですが、やっぱり 今後のことを考えると無理でしただ週5で仕事するんよねニートとは違うねそれもあって本当に本当に解散することとなりピアノフォルテではなくフォルテだけとなってしまいました何と言っていいのか なんか、皆さんにちゃんと、報告して。短い間だったけど、ピアノちゃんを、教えてくれて、<laughs> ありがとうございました今日は、エイプルルールです <laughs> てな感じで、今急遽撮ってみたんですけど、<laughs> 俺たちはこれからやるに決まってるだろうが これからピアノフォルテでやっと活動しだして、世界へと挑戦していこうと考えてたんだ。ね。To the world. いや <Yeah. 笑>。も、ま、う、あ、あともう3年後ね多分宇宙で演奏してるよ。史上初の宇宙で行くピアニストになるな。月行こ、月。月。月面演奏します。<laughs> 何あれ <laughs> 何なんあれほんまに。もうだって馬鹿やけ、就職なんかできるわけねえよな。<laughs> 早く就職できやな。ピアノちゃんでも就活してたけど。えちょっと、あの,あの何が解けれんかったんけ。えっと、なんか就職中に、えっと、あの何パーセント？千円の三割引きが分かんなくてピアノちゃん。そう、千円の三割引きが答えれなくて <laughs> 落,ち落ちたんよね。落ちました。<laughs> その時なんで答えたん？えー、っと一分間ぐらい沈黙して、あの面接官の人が <laughs> もう大丈夫ですって言われたので。 落ちちましたピアノちゃんってバカなバカカなです <laughs> 最新面接で落ちました <laughs> こんな感じでまあお二人ともバカなんですけども楽しくやっていこうかなと思うのでピアノちゃんのチャンネルもピアノフォルテのチャンネルもよろしくお願いしますっちょお願いします、はい、さっさとその汚い女装を脱げ <laughs> いやだやだやだ <laughs> ちゃんとメイクもしたもんねそうよ最近ちょっとすっぴんばっかりでも、ね、ちょっとなんかサボり気味だったからでもメイク俺もしてないよ全く目が大きいって言った自分の 目大きいよすごくうるさいわほんまにもう今後ともよろしくお願いします今日はちょっとまた違う動画も投稿しようと思うので楽しみにしとってくださいデュオの初合わせを投稿する予定ですそれではグッバイバイみんなよろしくね